これどうしようかな。なんかやっぱね、いろいろ調べてみると、シュワシュワにならないっぽいような気がしてきた。もう、開けてもいいのかな。久々にラーメン。久々にラーメン。これね、この前もらったんですけど、いろんな種類があって、この豚骨だしっていうのはちょっと初めて。野菜がないんでね、畑やってんのに野菜がね。野菜が今無理やり言うとゴーヤとニラと、ゴーヤとニラ？あと何あるっけ？偉いな、お前は。どうしようかな。まずは、これに。からの、ご飯に、これにごま油をかけると。いつもだったらこれに、いつもだったらこれに七味をかけるとこなんですが、ないんで、これちょっとかけてみようか。これを。ぎーちゃん。できるよ。
はい、どうぞ、こうやってね、手を入れるの好きなんですよ、ここに。こうやって。ここじゃなくて、こう。こうとかね、こうとか、こっちからこうって入れて、ってこう、触るの好きなの。で、これとやっぱりセットで糊を こいつらのご飯の上にね、カリカリあんま食べない。食べないって置いといたらそのうち全部食うんですけど、何かもらおうと思ってずーっと食べないでね。で、前っていうか、まあ最近もらったの猫の鰹節みたいなのあるんですよ、それ。それがすげえね、ヒットしたみたいで、そのカリカリに、この、こういうご飯があったらかけてあげると、すごいね、そのカリカリだけを食べるんです。そのね、鰹節だけを食べるんですね、狙って。で、カリカリはね、置いてるという。でもそのうち食うんですよ。もう、どっちみち、あ、こいつもう出さないなと。で、大体ね、一番食べるのが夜ですね。もう寝てる頃にね、食べますね。朝起きたら、夜目覚めたらこう途中でもう空っぽになってて、まあ、迷うんですよね。なんか夜あげていいのかなとか思うんですけど、まあ、猫って夜がね、本気のモードじゃないですかって聞いたの、本当かどうか知んないけどね、夜行性っていうぐらいだから夜、まあ、昼間よく寝てるからね、その野生の本能的なものがあるから、まあ昼間、夜、なくなるから夜入れた方がいいのかなと迷いながらいつもその餌があるとこをこう通過してしまうんですよね。でずっとあげなくて明け方ぐらいにちょっといい加減あげようかなと思ってカリカリをまあ大体ね2種類あげるんですよ、朝と夜で。で入れ物がね2つあってね、2つ分けてるんですよ、朝と夜で。朝はこれ、昼はこれみたいな、ちょっと見せようか、ちょっと待ってね。こうやってね、こっちがね、こっちが朝、こっちが夜、ほら、こっちが朝って書いてでしょ、こっちが夜って書いてでしょ。これ、ね、キララとビビって分けたんですよ。好き嫌いが2人ともあるんで。あったんですね。で前は別々にしてたんですよ。でも今はそれやめてね、それやめてキララと、まあ、ビビも一緒。まあやめた理由は、まあ置いときゃそのうち食べると。あとビビがねちょっと難しかったのが、なんかなんだったっけな、ね、マグロ系だったっけな、マグロ系に行くとねゲーするんですよ、もう毎回ぐらいのレベルでね。それがすごい、毎回ゲーするとさ、ご飯出してまた食べてゲー、まあそんな連続ではないけども、まあ結構な率でマグロ行くとゲーしてたんで、ちょっと変えて今ちょっと落ち着いたんで、
これ何なのこれ。はい。あ、ん？あ、もうないっすね多分これ。もう終わりましたね多分。オッケー。なんかそこ温かいスープ系を食うとなんかホッとするんですよね。まあ熱いものが好きっていうのは前から変わらないんですけど、でも最近下がちょっと年齢とともに変わってきたのか、結構なんつうの慌てて食う癖があったんですけど、それがねなんかなくなってきた感じがちょっとあるね。枯れちゃったんですよ。あの日照不足。ずっとあの天候が悪かったんですよね。天候がまあ悪いんですよまだ。天候が悪くて日照不足で全部枯れた。びっくり。まあ最初おかしいなと思ったんですけど、もうバーッとなんかこう茶色くなってきて枯れ出したんで。ああもうこれ完全に日照不足やなと思ってね。まああるんですねそういうのね。もう最近本当天候悪いもん、雨ばっかりですからね。命に感謝していただきます。こっちか、麺がすげえ細い、そうめんみたいな。どうしたん？どうしたの？どうしたん？どうしたん？
超久々。あ、ネギ欲しいね。なんとかしないとね、ネギね。やっぱネギは畑か。二十日ネギ。あの、天候が悪くて枯れたっていうのは、まあ、ベランダでやってたから枯れたんですね、多分畑でやってたら多分うまくいってたと思う。まあ天候は悪いけど、多少火が出ると当たる時間も長いけど、やっぱベランダってさ、ちょっと限界あるよね。どうしたん？うん、明日買ってくる。うん、今自分で忘れてましたよ。ここにあのし、なんだよ、唐辛子の沖縄のとあの辛いやつ入れたの。今食べてて気づいた、自分で。なんかね、合わなくはないね。なんか前スープに一回入れた時、なんかちょっと微妙だったんですけど、もう高菜にごま油にこれかけると香りも良くなって、なんかこう隠し味的な感じですかね。確かに酒っぽい匂いはしてるけど、それはね、ごま油でね、こう調和されてるっていうんですか、いい感じに。ごちそうさまでした。今日皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生をたくさん地球のために使ってください。あ、これどうしようか、パッション、どうしようかな、これ。いいな、黄色で、ここも黄色で、ここも黄色で。なあ、きーちゃん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 。
キチョン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 。ああ、これ見切れませんけどな。まあちょっとは食べて味見して、あとは全部、乾燥させて。なんでさ、同じ種類は同じ種類なんですよ。同じ種類っていうか、まあ、同じパッションね、ですよね。もう中身もね、種があって、その種も一緒に食う的な感じじゃないですか。カットしてもいいんですけど、俺がね、今ちょっと考えてるのが乾燥場所ですよね。これどこで乾燥させようかなと思って。まあ新庄さんぐらいになったらもう普通に靴の横、もう玄関のもう中でザルの上に置いて普通に乾燥させたもんね、あのパパイヤをね。ベランダでやるとさ、なんか生えきそうじゃないですか。それが嫌なんですよ。匂いすごい立つからね。かといって土の中に、かといって畑に置いとくのも嫌なんです。なぜ畑に、あの中出して置いとくのが嫌かっつうと、畑に置いとくとさ、虫が多いから。いや、虫が多いのはまあいいんですけど、虫が多くて、そう、種ごとなんかこうかじられないかなっていう。ちょっとほら雨も降るし、前何だったっけな、本当いろんな虫がいるから、なんかこう食べられそう、まあ、食べられるとこないのかなと思うけど、ほら微生物とかもさ、そのうちこう寄ってきそうじゃないですか、ずーっと置いといたら。だからなんかね、まあそのね、これをカットして、そのぬるぬる状態のやつがこう出てくるわけですよ、その食べる部分の。それを取ってあげないと発芽しづらいわけですよね。あ、それがね、取れないんですよ、なかなか。まあ一個一個も本当にもうね、なんていうの、こう集中してやれば取れるけど、まあ200粒ぐらい入ってるわけですよ、大体。まあ大体ね、まあ、これ分かんない、これでかいかもっと入ってるかもしれないけど、まあいつかはやらなきゃいけない。なあ、キラちゃん、キラちゃん、えい、お前は自分のことキラちゃん分かってないんやから。どうしようか、でもどっちみちやんなきゃいけないしね。やっちゃうか、これ大変やぞ。いや大変な。一番ほんと簡単なのはもうほんとに日干しにしといたら、もうほら光が当たって風が当たって乾燥して、そのぬめりも最終的に取れるんですよ。一番楽なんですけど、それがやりたくない。はあ、どうしようかな。どうしようかな。どうするか。いや、5個や6個やったらやるけどさ、ね、ものすげえ入っ。どうしたん？どうしたの？どうしたの？お前、切られちゃう。じゃあ、今度開けます。次でね。